カーネーションがプレゼントされたのは、東伊豆町奈良本の町立東伊豆幼稚園です。この事業はカーネーションの消費宣伝活動の一環として毎年行っているもので、県の夏季園芸組合連合会カーネーション部会の関係者ら6人が園を訪れ、園児らに3本ずつラッピングされたカーネーションをプレゼントしました。あの花瓶の中に入れて、それでテーブルを置いてママにあげる。 JA 富士伊豆の担当者は、母の日をきっかけに花を贈る文化をもっと根付かせていきたいと話していました。